やばい、あいだ、めちゃくちゃいいやん、えぐ、青、こんな青いんや、最高。よし、うわここ危なくね、大丈夫、おかち、えこうやって入るん、事故るやん、怖っ、ゆっくり行こう、ゆっくり行こう、走らんとこ、うわやば、ほんと気をつけてね、うん、すげえ、こんなんやんやん、うわ怖え、下の方見らんとこ、うわここ危ねえな、結構危ないなこれ、安全な方かい、まっすぐなとこないん、マジかよ、慣れるしかないな、もうボックスきちいね、危ないよこれ落ちたら、いやでもこっちの方がいいと思う、こけてもさ下落ちんやん、 この靴の心配性があるのよ、その踏み込めるんか、やば、待って向こうの方が楽やぞこれ、よいしょ、あこっちの方がいいよ、舐めとったテトラボット、筋トレやんこんな、サスケしようみたい、あ修行、向かい風やね、でもデンジャラスゾーン、でもテンション上がる、ただまだ恐怖がある、絶対さおっさんになっとるやん体が、だけどあんまり調子に乗って動きしたくないんよね、一個一個さ踏みしめていかんとさ、あそこ第一じゃん、あそこ第二かと思ったけど、あそこ第一じゃん、すげえな、もう行こう、第二は行こう、おなんか見えてきた道が、隙の糸が、でも調子乗らんようにね、たまにプンチ揺れる時あるじゃん、えテトラはビビったもんな、あ、手揺れるやん、あれこれ目が絡みよう、やばいかもしれん、今これ歪んだように見えた、一回消しようか、え多分自分今相当揺れようやんと思ったら、一回消しするわ、自分の体力分かってない、違うこれあれや、目の錯覚や、同じものを変な形や、斜めのそれが進んでいきようの映像をずっと見よったけ、あの止まった時に歪んで見える、目の錯覚これすげえ、おはそうな恋のスポットやん、ちょっと行け、行きよってよ、マジで怖いけど、どこ、オガンのこれ中身っすねなんかすげえ複雑になってたやん、あ、ハート、あ、そうそう、これこれハート型出た、すごい、毎回思うじゃんね、これハート型やん、完全に削ったやん、これわざと作ったやんね、興味ないけど、うわ腕がもぎ取れる、俺こっちから探るわ、マジで見せて、そっちがいいんか、でかい、うわよりちっちゃい、え何それ、もう違った、ポーズ免れたやん、やべえ、絶対熱中症ある、これ体力回復させるか、今日ね34度気温が、暑いけしっかり水分補給しながら、もうこれでも買ってくれよ、しっかり飲んでしっかり休んで再開ということで、風が強いよね、キスが来たぞ、キスじゃないこれ、なこれ、エッソエッソ、それじゃあ第二テトラのケツのとこまで行きます、おおびっくりした、おお、ここは気をつけてよ、やば祭り中やん、一人で早っ、どこまで行ったの、お疲れ、ちょうど真ん中やろ、うわやばだけ、初っ端からここまででちょうど真ん中なんや、今真ん中、今真ん中、先端はちょっときついな、帰りがきついとこだ、これにしとこう、いや釣れるよここは、感じる俺、よし、あぶねあぶね、あっ寝がかりでした、最悪、よし、なんか釣れた、あ、釣れなかったはい、まさか4時なんやけど、ちょっとね、暑すぎて、やばすぎて、で、釣れる魚も餌ばっかなんやね、もうちょっと粘るかって今ね、悩んどったんやけど、後半の体力とか見てここ全部帰るのきついよねってことで、もう車の方に戻ることにしました、で、ここで一旦ポイントによって釣り具屋さんね、餌を買って、そこで別の場所で釣りをね、再開したいなと思って、超過全然やったけど、まあ今からね、ここでぶり返していこうと思います、後半へ続く、やばい、あ、痛い、指が、指が刺さった、大丈夫、痛い、あ、滑った、オッケー、あー、危ねえ、最初はグー、じゃんけんポン、あいこうでしょ、あいこうで、プシャーって、俺はこれね、場所決めてなかった、
最後まで？マジで？まあ、行けるとこまで行くわ。足るぞ、足るぞですね、俺ね。怪我人やねん、俺ね。え、両方行ってね。バーン行ったよ。挟まった、ブシャーンって。マジで。ああ、危ねえな、これ。またここやったらこけたら。やべえ、なんか足くじいとは。地面や。そこに地面がある。よいしょ、思ったよ。はあ。地面や。みんな水休憩しっかり飲もう。ありがとう。水飲んで熱中症ならないように。はあ、じゃあ次のポイント行きましょう。やばくねこれ。これ全部魚。いや、えぐいね。何万匹っておるやん。うるうる、え、なんなんこれ。すごくねこれ。なんか黒いなと思ったらさ、よう見たらこれ全部やん。ちっちゃいの。何の赤ちゃん。何なのねこれ。ちっちゃいけどね。ちっちゃ、イリコ。イリコが、これイリコが、なんか面白いこと起こりそう。かかった。キスや。キス、キスキス。はい、一匹目。さっきとは比べ物にならんぐらいのどかやね。よし。あ、釣ると釣ると。フグかもしれんけどな。ドゥーンドゥーンドゥーンってなんか前フグやったよね。ほら、フグや。来た来た来た。いらっしゃい。なにこれ、タイ、あれタイの子供の子供。もっと大きくなってから来てほしいな。可愛いな。でもじゃあな、はい、バイバイ。なんだこれは。待って、さっきのやつやろお前。ちょっとサイズアップしそう。気持ちでかかったさっきより。サイズアップ。ああ、サイズアップ。まあ、めっちゃ声響く。そうだね。今日は釣りキャンプに食べ物なし、釣った魚だけ縛りやる。なんこれ、最高やん。ヘビがおるかもしれん。だってプライベートビーチやん。もうちょっと一回さ、こう回ってみる。回ってみて一番いい景色のところをさ、キャンプ地としよう。え、なんか落とした。なんだこれ、なんだこれ。おお、やばい、めっちゃ落ちおる。やばいやばいやばい、マジでやばい。すいません、来い。ちょっと魚